週も1週間2100円でお弁当と晩ご飯作っていこうと思う。今週はお弁当を豪華にしていこうと思うよ。だからちょっと晩ご飯は手を抜いてるんだけどね。それでは作っていく。まずお味噌汁から作っていくよ。ちょっと多め。3、4、5、6スプーンでよく混ぜる。はい、とりあえず置いとく。チーズ、卵、ちくわ2本、全部切る。こんな感じ。チーズ半分に切る。丸める。中にイン。4等分。1、下味半分、茶色い砂糖に変更した。ふわ大さじ1、混ぜる。はい、こんな感じ。油を敷いて、ちくわも揚げていく。本だし、ご飯に入れた。難しい。はい、お弁当完成。めちゃめちゃ美味しそう。朝ごはんは手作りパンだよ。ふわふわ。バナナ。いただきます。卵、玉ねぎ、玉ねぎ半分、卵、豆乳、しいたけは一緒。2、みりん小さじ2。1、2、1、2。はい、水2コマ200。揉み込んで丸くする。お味噌汁も隣で温めて焼いていく。大さじ1、マヨネーズ大さじ1、塩
しょう。混ぜたらあっという間に完成できた。タルソースもこんな簡単に作れる。で、煮物もさっと混ぜたら完成。おいしそう。はい、完成。いい感じにカリカリだ。小松菜ともやしのナムル、作り置きをレンチンしていく。お酢大さじ1、お醤油大さじ1、お砂糖大さじ1、溶かしてからめる。今日はこれの半分がお弁当になるよ。で、半分は今日の晩ご飯だから、もうめちゃくちゃ楽ちん。準備 OK。 盛り付けてこ。ご飯200。お弁当完成。めちゃくちゃ美味しそう。完成。めちゃめちゃ美味しそうというか、めちゃめちゃ簡単。さあ、いただきましょう。いただきます。おはよう。水曜日のお弁当はじゃがいもとひき肉の甘辛炒め弁当、あとはゆで卵と作り置きの小松菜ナムルと昨日の残りのおかずを入れたら、あっという間に完成。それでは作っていく。エプロンします。今日はね、普通のフライパンで作っていくよ。ひき肉とじゃがいも4個使う。ちっちゃめの一口大に切る。お水にさらす。ふんわりアップして3分チン。その間にフライパン温めとく。ゆで卵ができたみたい。じゃがいも入れてくよ。豆乳。じゃがいも豆乳。生姜すりおろし。醤油大さじ 1.5、 1.5、 みりん大さじ1、酒大さじ1、お塩全体に。いい色。作り置きと残り物注意しておく。じゃがいもがいい感じになったから盛り付けていく。はい、お弁当完成。めちゃめちゃ美味しそう。今日はリボン、かわいい。もうできた。完成。今日は10分くらいでできた。よいしょ。美味しそう。いただきます。
お弁当は豚の生姜焼き弁当だよ。あとは桜エビ入りの卵焼きを初めて作ってみようと思う。それでは作っていく。豚の生姜焼き、卵、人参ラペも作ろうと思う。で、人参をスライサーで薄くするよ。お弁当完成。おにぎりが美味しそう。
見てくレタスを全面金曜日のお弁当完成、美味しそう。